直津が支配人になるかなんないかで揉めたって話って感じ。自分が満足できる仕事周りをしたんかけど、俺満足してるよ悪いけど、その満足の仕方が間違ってんじゃない。何が都合が悪いのかが俺にはわからない。なんでそもそも直津 その昇格の話俺的にはなしな。おはようございます。おはようございます。どうだった先月？まあ自分の次に繋がる結果を生んで、まあ今また次なるしてる感じで動いてるところです。なんかさ、直津が支配人になるかなんないかで揉めたって話ってガチ？ガチっすね。話し合って支配人になるかならないかで、まあちょっと今は支配人はまだ早いっていう話で一応。なんで？その時話したのは、やっぱちょっとネガキャンがあったりだとか、その店のために行動してない時もあったりとかして、多数決を取った時に、マッチの票が足りなかったっていう感じで。幹部に上がるシステムが、チームまでは、まあ、自分である程度売り上げ基準に乗っ取ってれば決めるって感じで、それ以降は、まあ、どうやって決めようかっていう話をちょうどしてたんですよね。で、まだそれが店の中でこう決めてなくて、必ず俺らこう集まった時に、昇格したい人自分でその挙手制なんです。でまずその場合直津いたけど全く特に手も挙げたりとかもなくて、これでもう昇格したい人がいないので、いないで話が終わってたんですよね俺ら的には。そしたら気づいたら幹部会この間来たら昇格っていう話が決まってて、みんなあれってなった。お疲れです。まあ、メンバーの前であんまりワーワーやると良くないなと思ったから、まずカルマはメンバーがいる前で言ったら直すの下げになっちゃうから、言ったらフォロー入んないといけないし、直すは直すで言いたいことはあるのは分かるんだけど、あの場で乗っかると完全にメンバーには良くない影響と、どうとでもどっちかが正しいってなっちゃった時点でさ、そっちが負けになっちゃう。直すをマイナスに思う人とカルマをマイナスに思う人で別れちゃうことがあるから、まあ自分が悪いことしてしまったっていうのが大前提としてしまうことだから、謝って、まあ、意見があるな意見があるで後でいい。でも拍手言っていい？今日じゃあ俺はテキーラとかすごい出たり、一番今日のラストの卓なわけじゃん。あの子から今日変えて、で、マルコのね、女の子もそういう話してるからそうやって歌ったけど、じゃあ幹部俺の卓誰ついた？な、知りてえ。なんで俺こんなに言わなきゃいけないんだ、自分だけで人のだけで飲んで。いや、それは揚げ足取りだよ、俺から言わせれば。やっちゃいけないってことで。やっちゃいけないって言うかもしんないけど、それマニュアルの話だよな。もっとそれ以上にさ、マニュアルを超えた部分ってあるわけじゃん。じゃあ初回とかだってそれで。うん、じゃあ初回が飲み直しする可能性あったんか何パーセントよ。だから できたんかって。可能性はあったし、可能性はあったけど、取れたのじゃん。できたのできてねえじゃん。実際じゃあ前回もそれでなっとるやん。だから。まあまあ、イライラするのは分かるけど、その酔いの分で加速しちゃうと、ちょっとあんま話し合いにはなってないし、まず、マニュアルではなくてルールっていうか、それがそのセオリーでインストされてるからっていうよりは、ルールでやっちゃいけないって決められてるし、警告をもらった状態でっていうのがあるから、もう一回やってるから、やってはいけないことを、状況を選んでやるのが OK っていうのを、あそこで反論してしまうと、みんなが感情的にどう思うかっていうと分かりますよね。よくはなかった。それしちゃうと、その下の子がやってはいけないことを自分の判断でやっちゃうんですよ。あとルール守んなくなると、直津さんが正しいこと言っても通んなくなっちゃうんですよ。それが僕らにとってマイナスなんで、幹部が舐められちゃう。そうそうそう。で、俺がなんか宅回ってそれで好きに飲んでるじゃないけどさ、結局それやって言われてさ、じゃあ俺んところとか助けに入ったやついんのかよって話じゃん。そうやってね、直津さん頑張ってるのに、それは否定されるよって話なんですよ。否定されるよじゃなくて、じゃあただ実際タクついたやつ誰よ、あげてみろよ。それをわざわざさ、ルールだのなんだの言うのもさ、ちょっと違くない？じゃあみんながさ、そうやって言われてたら、周りに示しがつかないよって話なんですよ。周りに示しがつかないよって。別にさ、直津さんがやってんのわかるよ、わかるし。じゃああなたの示しは何なのよ。あくまでマニュアルとかルールがある状態でそれを言ってるけど、あなたの示しはちゃんと何なの。どこまで仕事をやったの。自分が満足できる仕事周りをしたんか。今日俺満足してるよ悪いけど。だからその満足の仕方が間違ってんじゃないっていう。
どこまで行っても僕はまずキャストファーストじゃなくて、まずその時に使ったとか女の子に対しての接客の仕方だから、そもそもそこベクトル違いますわ。だとしたら、だって俺から言わせりゃこんなん俺に対しての死体蹴りでしょ、完全に。集団とかそういうつもりはない。デスボイス嫌なやつは何？デスボイスはみんなだから、まあ、それは嫌かどうかっていうのはルールとして聞いてるから、だからルールで決まってるわけだから、まずそこはさ大前提として守ってもらう。俺らがなんか意見合わせて直すでドンとかじゃないからね。でもそれ一点をルールだなんだっていうんだったら、別に宅回りの仕方とか幹部の状態を見定めてどこの宅に回るかとか、最後の最後まで自分の宅とか人の宅にいたのってそういうことなんですけどね。俺間違ってないって俺は今回は言うけど、まあ、単純に話がずれちゃってるって話じゃない。いや、ずれてるとかじゃなくて普通におかしいんだよな、俺から言わせれば。彼女の部分に対して不満を言われてて、聴者に関しては否定してない。とりあえずこの件は、まあ、別件だけど、直津の昇格に関して前回申告しなかったらなんで、で、支配人から先はその俺とかの判断で決めるっていうルールも知ってるよ、うんうん、はい。その支配人に関してあの時一方しなかったなって。いや別に、僕は別に支配人だろうが主任だろうが周りの評価も含めて自分の呼んでる本数だったりとか売り上げとか仕事姿とか考えとか、その部分に基づいた動き方って絶対あるじゃないですか。単純にあの場で発言しなかったらなんでっていう。別にする気がなかったっす、単純に。あ、つまり昇格しなくてもよかったってこと。どっちでもよかったっす。あの周りが後で決めればいいやって。その支配人の昇格っていうのは誰と話してどうしたの。いや、わかんないです。いつの間にか決まったことなんで、それはわかんないです。いやいやいや、いつの間にか決まるなんてことはないでしょ。じゃあ、支配人って誰が言って許可が出たの。まあ、簡単に、話をまとめると、まず直津に対して俺は直接あげないよって言ってたの。支配人にあげないからなんで。まず、俺の完全独断で支配人っていうのを決めるパターン。で、俺は基本そこの判断があんま見つらない。そうじゃないパターンは、どうやって決めようかなってずっと考えてて、幹部の投票で決めようと思ったのね。で、そのパーセントを何パーセント以上が賛成したらにするかっていうのをずっと考えてて、俺は7割以上が幹部が、賛成です。だったら支配に上がる、総支配に上がるでいいと思う。そもそも直津のその昇格の話は、俺的にはなしな。じゃあ今支配人であるカルマ君とか決めて、その条件は何だったんですか。だから俺が独断と偏見で決めるっていうのを命で言ってるし。で、悪いけど俺の独断と偏見では決めれないから、今回の直津が、つまり俺が反対ってことで、ある程度民主的にその得票率7割取れたら、店の7割も賛成してない支配人ってやばいじゃん。単純に今の直津が支配人になった時に、賛成の人反対の人をさっき聞いたんよ。で、ちょっと反対がぶっちゃけ多い、まあ、俺はかなりフェアな意見を言おうとしてる。別にどっちかに当たり前とかついてない。100人反対して直す1人だったとしても、俺は別にフェアに見るし、逆にそこまで支配人にしたくない理由が分かんないですよね、俺には。だから得票の部分じゃなくて、単純に僕を上げたくない部分って、それ以外で何かあるんですか、逆に。それが分からない。まあ、俺はみんなに尊敬されてるやつじゃないと、やっぱり上には上げられない。だから主任まで持ってこれ、これだって僕の立場にみんなが立ったら絶対不服って思うでしょ、だって。いや、この前の月とか、結構勝手に帰ったりとか、ですね、やっぱマイナスな方が。勝手に帰ったりっていうのは何？それは勝手に帰ったりじゃなくて、普通に帰ったりじゃなくて、それはなし。それはおかしい。あ、じゃあ、それはじゃあおかしい。悪いけど。じゃあ、それはおかしかったです。でも、じゃあこの店が、この店なんてやんねえよとか、じゃあイベントことがあったとしても、でそこに対してこう、トリックマンだったりとか、その店に対するのちょっとまあ、ネガキャンが多かったり。で、数字があろうと、それを見て、じゃあ、直津さんを支持するかってなったら、まあ、ちょっと支持はしにくいなと。だから何が都合が悪いのかが俺には分からない。俺が仮にじゃあ支配人になりました。だから単純に7割入ればいいよって言ってるじゃん。今上がっちゃうと直津さんもマイナスになっちゃうっすよ、マジで。誰も得しないっす、今上がって。誰も得しないっていうのは何？誰が得しないの？俺と全員得しないっす。支配人っていうポジションで、例えばデスボイスとかの行動してると、うんうんうん、誰もついてこないし。でもそれってその1点だけなんだよ、俺から言わせる。そう、だからその1点だけだって意見も分かるから。だってみんなは俺の動き方とか仕事の考え方、やり方、数字全部知ってる上で、じゃあレスボイス今日こういうことがあってやりましたでダメっていうのも変じゃないですかっていうのを言いたいんですよ。だから直すはあくまでそれを1点として捉えた上で、直すが支配人に上がることに賛成か反対かっていうのを取ってて、直すが主張するように自分の普段の動きだったりを見ていて、それに対して賛同している人たちが今日のデスボイス 1.5 時で、じゃあ反対派になるかって言ったらならないわけでしょ。だって自分の仕事に自信があって今の発言をしてるわけで、
そんな一点で覆るのはおかしいっていう人で、俺もそれが事実ならそう思う。でもそれはだって違和感しかないっすもん、俺から言わせれば。確かに直すの立場で、うん、いや違和感しかないっすよ。じゃあこの後の時が仮に支配人になりますって話がなった時も、うん、結局同じだよ、匿名で投票して決めるわけで、うん、だから別にそこに対して平等さはない前提条件をなんか言ってるじゃん。俺は仕事してるって思ってますけどね、支配人以上で。それはこれで直す主観であって、うん、それを判断するのは幹部の7割以上の影響があるかないかっていうのを委ねてるんで、右京さんが終了してなかった時に新人3人来た時に付け切るとか、お前が副主任で認めないって言われたのが、でも俺その後認めないじゃなくて、そうじゃないじゃん。だから俺が副主任上がった時って1000万も100本も超えてる状態なんよ。じゃあ真冬が真冬として満足できる仕事がある状態で副主任になってんのなってないのって話で、俺は満足してる状態で支配人になろうとしてんのよ、この場合だったら。そうやって一幹部をそうやってそう全否定するような言い方をするような人が、いや全否定じゃなくて全否定してたから、だって真冬はそうなってたし、うん、悲しくて泣いちゃったっすもん、うん、でもその後俺普通にお前は悪くないよ、そういうことじゃないって俺は絶対入れたい。でもそれは後付けじゃないですか、僕からしたら全否定された気がして、うん、もうそれ言われたら、例えば直鶴さんが支配人に上がって、カルマさんと直鶴さんってなった時に、うん、どっちについていくかってなったら、僕はカルマさんになっちゃうんですよ。まあ、極端に言ったら、7割ぐらいの人すらも賛成してない人が上にいるとね、あんまり見せとしてはいかない。納得いってんの？まあ納得いってるか言ってないか言ったら言ってないんですよね。それに合った動きはやっぱりね、見合った動きは取らないとっていう自覚は僕の中にもあるんで、まあ、そこまでやんや言われたらちょっと、うん、まあなんだかなっていうのは。直鶴さんできてる部分はもちろんすごいあるし、あるんですけど、でもできてない部分っていうか、そのやっぱその周りが見れてない部分もあって、それだったらまだ支配人は早いんじゃないかなっていう意見がちょっと多かったんで。ざっくり聞いていい？直鶴が支配人としての行動をまだ満たせてないと思って反対した人間と、ストレートに直鶴が支配人なのが嫌だから手を挙げた人間ってどういう比率してんの？嫌で多分手を挙げた人間は多分いないですね。うん、ざっくりそこだけ改善できればもう近いんじゃない？はい、うん、まあでも別に嫌で手を挙げるのも間違ってはないと思うよ、うん、結局票を取るのが上の人間の仕事でしょ。だってここから直鶴は売り上げじゃなくて票まで取れるようにならなきゃいけないだけの話でしょ。そこってさ、ただ昇格できなかったって我慢してる形なの、それともそこに関してはもう納得いってんの？直鶴はもう理解はしてんの？何が足りないのかっていう感じで考えていて、それを自分で補おうとしてるっていう段階って言えば分かりますかね。まあ、その些細なことで言うと、例えばそのデスボイスが禁止みたいな、うちの店ってラストもダメなんですけど、まあ例えばそれを破ってたりとか、それが1回だけと2回あったりとか、その上の人間が破っちゃうと、その下の人間もそれでこう破っていくようになるし、結局じゃあその上の人間が破ってたからっていう言い訳にも使われちゃうし、まあちょっとネガキャンがあった部分だったから、その辺そこ改善してくれたら、もうみんなむしろ支配人に上がってほしいと思ってる。なんでデスボイスするの？やっぱ感情を込めたいっていう。まあ、そういう、すいません、まあでも。なんでダメだって考えたことある？そこは言いたらなかったですね、正直。うん、あ、じゃあ理解はできるんだよ、その。はい。なんか、とことん言ったりね、そこ全部直せたら支配人じゃん。はい。おめでとう。ありがとうございます。うん。どんな代表的に。僕が一番懸念してるのは、直すを指摘したときに、直そうっていう考えがあんまりないので。うん。まあ、その頻度がこう高かったり、そうだといざ大きいトラブルの時が心配だってこと、ね、はい、なんでこの今のトラブルとかっていうよりは制御できないその力が上に行くとやりづらいなっていうのがあって。夏でさ、はい、レクレーション開催してよ。あ、はい、票取りしなよ、票取り。まずはそこから覚えなよ。はい、うん、幹部だけにする。メンバーがどっちがいいの？あ、でもナツ、了解。はい。了解。あと一つぐらい店の問題点ってある？それにないの？ありません。店に不満がないのね。それの悪いところだったんですけど。店のダメなとこ3つ言ってよ、まさき。店の不満1個あげるとしたら、7時出勤なところですね。あ、死にたい。何時ならいいの？8時、7時がいい。あ、そうなんだ、へえ。うん、あ
か、あんま意味ない感じがして。おめえが売れてねえからだろ。出場者決定します。了解。まあ一応グループ2番の水準は今月も上げてくれると思ってるから見てる感じ、あんまり今はとやかく言うつもりはないんだけど、まあ、やっぱ直津の成長が肝になってくるよね。あと正木だな。正木のあの個人都合、やっぱ女の子より個人都合っていうのを優先してしまう幹部たち、彼らの発育に合わせながらお店って進んでいくわけじゃん。正木の発育がお店のアッパーの指標であり、直津の変化も一つの最低ラインの指標というか。いらっしゃいませ。どうも。直津は？直津さんは多分どっかいますね。どっかいる？サラダロボ買いに行ってない？いや、大丈夫ですよ。今、行っちゃ大丈夫です。大丈夫。はい、うん、まあでも期待してるから。はい、あー、オッケー、了解、行こうじゃん。よっしゃ、ちょっと飲み直しちゃったらしいから行ってきますわ。ありがとうございます。ありがとう、うん、見た？飲み直しだよ。やった、ありがとう。いいの？マジで？分かってるわ。いいよ、ちょっと言ってくるから大丈夫。大丈夫。あれ、やっぱ俺だよね。分かるわ、分かる、本当に。いやー、ありがとうね。えー、レッツー、ありがとうね、本当に。やっぱ直津だよね。ありがとう、ありがとう。そうだよね、やっぱ違うよね、本当に。もう行かないとやばいよ、これ本当に。もう本当にトイレ行かないとやばいよ、本当に。やってるわー。一番僕悩んでるのって直津か直津かで、みんな間違えるのが一番困ってる。コメントめっちゃ間違えられとったな。あれ間違えられてますね。3種類ぐらい間違えられてるんですよ。え、でもさ、あれ再現して。俺自分のチャンネルのオマージュ すごい好きでさ、数千万さ使われてさ、やつさ、俺とマルコしかいないやんけ。俺とマルコしかいないやんけ。いかにせえや。ありがとう。ありがとう。はず。お疲れ様です。お疲れっす。いいですか、とっても。もちろんです。カルマとか、その特例で、特例というか、まあ普通に問題ないから支配人になってて、うん、でそこから先のその役職主任以上っていうのは、こう投票をしてもらって幹部で、うんうん、実はあれ、ちょっと言わなかったんですけど、はい、反対派圧倒的で、うん、うわ、これはやばいなと思って。うん、確かに。でまあそれでまず理由を聞いたんですけど、確かにまあこうかなり一理あるような、そのなんていうか、かなり第三者的な視点で見ても、まあ確かにそれはそうだねっていう内容が多くて、まあ、本人は怒ってたけどみたいな感じです。まあそこを飲み込んで成長してくれたら嬉しいなっていうのが。あ、まあそうですね。一応その投票じゃなくても僕の独断パターンもあるので、僕的にはまあ数字がちゃんとこう追いついてるのであれば、期待も込めた昇格っていうのをしたいなと思うんですけど、なんか期待を込めた昇格ってやっぱリーダーとか副主任ぐらいなんですよ。そのレベルで期待を込めてとか言うとちょっとなんか不思議な感じになっちゃうんで、せいぜい年間2億ぐらいでも難しいですから。せいぜい年間1億のやつが売り込んだな。せいぜい年間2億ぐらいだったらいいかもしれない。これで今日も3択切らずにできました。ありがとうございます。ほんとに。あ、でも150本まで、今日でちょうど108本なんだよな。きついよ。まあでもそうじゃないからね、やっぱり出会ってることには変わりないから、知ってもらえるかとかで、知ってもらえた上でどうやって返していくかっていうのはやっぱりだし、そう、今日1本つけて、うちらホスト側のやっぱりプロフェッショナルな部分だと思ってるから、だいたい下ネタしか言ってないけどね。7100万プレイヤー、指名の数よりセフレの数の方が多いんだ。そうなって7100万プレイヤー、もう一回顧客数よりセフレの方が多いかな俺。うん、いやー、はい、ありがとうございます。今日の会議何やちょっと思ってた部分ではあるんですけど、まあまあまあ思った通りの反応は来てますよね。でもジャブっとこみたいな、ちょそんな感じですね。死にたいって。直津の方が売り上げと立場が上だから実際厳しく扱われるけど、はい、実際自分も売れてきたら同じような目に遭うから。まあまあそうですね、確かに。そこだけ考え。ドラゴンがさ、ハハ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 ハ
るとかな。ヤスティのみのオーナー会長するときよろしいですか。尖ってるとこが大好きでございます。よっしゃー、よっしゃー、豪快、全然全然さっきの幹部会からの今デスボイスしたらめっちゃおもろいな、うん、やってるんだめっちゃおもろいけどさすがにあれっすね、やってるわやってるちょっと怪しかった今ナイスビベラートっすね。今月も2億以上目指そうとか、今年中に3億行こうとか。今日の会議にもあったんですけど、直津さんが気づいたら支配人になってたみたいなのを、で、ミオさんが直津さん支配人上がっていいよみたいに言ったんですよ。わかんない、直津何言ってるかわからない時があるからわからないけど、俺いや、わかんないです。あ、そういうこと。いやー、どこから出たのかなっては右京さんと話してました。まあ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 、数字上はそういう数字上がってますよねとかは聞いてきたことはあったような、なかったような。ちょっと話長いからよくわからない時があって、多分了解って言っちゃったかもしれないですね、電話。あ、その了解あ、そういうこと、了解と。いや違うだろ、さすがに違うわうん、でもいいんじゃない結局ね。直津自身が前向きに頑張れてんだし、うん、レクはやっぱりね、好きは好きですよね、当たり前に。直津さんのレクがあるっていう楽しみにしてました。いや全然行かないですよ、僕。社員旅行なんていらない派です。意味が分からない。楽しいですか。全然楽しむじゃないですか全体レクはいりません。直津が定義した問題の根底だね、個人主義、徹底的な個人主義だから、この店は。